こんにちは、高橋貴子です。本日のお悩み解決質問は、ブログ書くのが苦手です。ブログ集客の効果って何なのっていうことについてお答えしたいと思います。ですね、ブログは得意な人と不得意な人がいますけれども、通常8割ぐらいの方がね、不得意でしょうか。私、文章術講座とかもやってるので、皆さんすごくそういう部分でね、文章に悩んでるっていうのはよく聞いてます。それでじゃあ苦手でも、それでも書いた方がいい理由っていうのがあります。それがまず2つあってですね、1つはインターネット上に、その書いたブログっていうのが大概ページとして残っていくんですよね。だからブログ1日前1ページ書いたとするじゃないですか。で、そのページっていうのはずっとインターネット上に残り続けます。だから、例えば私の場合だと4年前とか5年前とかに書いた記事とかでもそのまんま残り続けてるので、集客として、例えば何かホームページのレッスンの案内とかそういうのを書いておけばずっとそこにアクセスが来続けます。なのでブログを書くときっていうのはタイトルとあと中身ですね、ここがしっかり書かれてると、記事が上の方になって自然に目に留まるっていうところがあるので、一回書いたものがずっと人に見られ続けるから財産になるっていうのがね、一個あったりします。で、もう一つはその今言った検索対策ですね。検索上をキーワードって言われる、要はおそらくなんですけど、あなたの教室、皆さんの教室をですね、探してる生徒さんが入れるであろうキーワードを意識したような文章の内容になってたりとか、タイトルになってると、キーワード検索でヒットしますよね。そうするとそこから人が来るっていうことなので、タイトルが結構重要視されるんですけれども、興味が持てるようなタイトルと、あとは教室の種類とか場所とか、そんなものが入っているものでブログを書くことができると、ずっと集客し続けられるんですよ。だから大変なんです。だけどちょっと考え方を転換してもらうと、皆さんがやりたがらない領域なんですよ。だからこそ頑張れれば、特に私の場合はそうですね、7年近くずっとブログ書いてますけど、昔の記事でもずっと生徒さんが来続けてます。ということはブログは書けば書くほど、たまればたまるほど年々楽になっていくっていうのがブログ集客の多分一番のお喜びなんじゃないのかなと思いますので、嫌いが頑張らなきゃいけないなって思う人もいるかもしれないですけど、そういう効果と効能があるんだったら頑張ってみようかなって、もしも思えるんだったらそれでトライしてみてもらったらいいかなと思いますので、頑張ってみてください。それでは。